久保さん、こんにちは。覆面 YouTuber、タカです。気になる男、第46話ですね。第46話。今回も、一番、ちょっと前半というか、また、小分けでやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということでですね、一番、この自我と他我のお話を前回第45話で、していただいたんですけど、自らの意識と他者の、自己意識というお話していただいたんですけど、とても難しいお話でした。とても難しい話でしたというところなんですけど、これを聞いてて、まず感じたのが、その対話、久保さんと今対話をしてるからこそやっぱりしっかり考えるのかなと思ってて、だからこの今回のこの自我と他我で、これを自分が普通に YouTube の、関連とかおすすめに出てきてクリックするかっていうと、まずクリックすることはないんですよね。でもこうやって対話があるからこそ、しっかりと考えている、考えようとする、そしてその機会を YouTube を通してできているというのは非常に意味あることかなというか、意義あることかなと思っていて、自分の、興味のないというか、自分があまりアンテナを張ってないところのものに対して自ら情報を取りに行くってなかなかしないところがあると思うんですけど、そこに対してこうやって今回アクセスしているっていうのは非常に大きいなと思っていて、それが YouTube でできているっていうのは非常になんかすごくいいなとは思ってて、やっぱり YouTube って基本、皆さんは視聴、見るだけの機能っていうのを使っているとは思うんですよね。ただそれがその見るだけにとどまらず、発信もすることができるツールだよっていうのををすごくよく知るようになると、なんかすごくいいのかなと思って、見るだけなら多分アクセス自分はしなかったと思うんですよね。YouTube を通して発信する、伝えるとか、伝えることをしようとするから、受信した情報なんじゃないかなと思っていて、その YouTube を普通に使えるスキルを身につけてよかったなとは思ってます。本当に今考えると、この普通に使えるっていうのは、要はその視聴するんではなくて発信するスキルの方ですね。発信するスキル。こっちの発信するスキルを使えるようになってよかったなと。これができることによってより情報をキャッチすることができて、人生を好転させられる可能性があると。それは絶対かわかんないんですけど、何かしらこの情報を受信したことによって何か変わるかもしれないっていう可能性はあるっていうところが、やっぱり非常にいいのかなって急になんかちょっと思ったりもして。で、この気になる男39話ですね。39話で全ベットする価値があるっていうテーマでお話ししていただいたんですけど、久保さんが。その自分は、その可能性にかけてみると。その可能性っていうのは何かっていうところなんですけど、その39話でお話ししていたテクノロジーの役割ですね。テクノロジーの役割で、手持ちのカードを進化させるとか、チップを量産するとか、ワイルドカードが見つけやすくなるんだ、それがテクノロジーなんだっていうお話をしていただいたんですけど、自分の脳ですね。自分の脳をテクノロジーを使ってアップデートをできる可能性がある。これが非常に大きいなと思ってて、で、このサブタイトルとして、あなたの脳が完全に思考停止する前にっていうね、いうちょっとなんか、本のタイトルみたいなのを取ってきたんですけど、今、自分が一番できることっていうのはもちろん、何かって言ってやっぱりいろいろ勉強していって、自分が持っている既存の考え方にとらわれない考え方をしていくことによって、いろいろ考え方変わっていって、いろんなことを知れるっていうのは、やっぱりこうやって YouTube を通してやってる。もちろん本とかいろんなところもあるんですけど、特に YouTube だとやっぱりすごくダイレクトに響きやすいっていうところもあって、なんかアップデートは最近すごくできてるんじゃないかなというところが、本当にここ1ヶ月、ここ2、3週間ですかね、この気になる男が始まってからはすごく変わってきたような気がするし、変わってると自分でも感じています。
まあ、だからこそその、まあ、やってみなきゃわからないっていうところではあるんですけどね。やってみなきゃわからないんですけど、まあ、やってみて、まあ、YouTube をいろいろかやってみて、深くいろんなことが知れるのは非常にいいなと思ったりもしてるんですけどね。はい、ということで、この第46話ですね。第46話は前回の第45話の久保さんの講義、ちょうど30分00分の講義を受けて、まあ、1番考える、2番感じる、3番影響を受けるっていう話、大きく3つ出てきたので、まずは1番の考えるっていうところは、この第46話の1番で、少しもっと深く話していこうかなと思ってて、で、2番3番はまた時間がかかりそうな気がするんで、まずはこの1番だけに特化して まずは動画作ろうかなと思って、まずはこの考えるのところから、いこうかなと思います。ということで、まず考えるとはというところで、ここが久保さんの、まあ、講義のところにあった、まあ、教育や経験によって知り得た様々な基準をもとに、相対的に自らが位置する場所を見出していくというね、ことを書いていただいたんですけど、まあその、まあ、忙しい現代社会、まあ、今はですよね、本当に、まあ、立ち止まって考える時間がないような気はしてて、これは自分が会社員ずっとやってた時思ってたんですけど、本当自分のことを振り返る時間がないなーってのはいつも思っていて、手帳とかはよく持ってたんですけど、本当に忙しい時は全然手帳に一日に何も書けない日とかあって、これは何なんだろうなーっていうところがすごく悶々としていたりもしたんですけど、当然その会社での仕事っていうのは結構考えていると思うんですね。まあ、ゴールが決まっている、まあ、ミッション遂行のためにですよね。その会社でやるべきことっていうのはしっかりタスクを掲げて、まあ、それに向かってやっていくっていうところがあると思いますね。これに対してはどうやってやっていくか、そのゴールに向かってどのように進むかっていうところに向かっては、一生懸命頭考えて、なんとかかんとかやりきっていくっていうところは考えると思うんですけど、まあ、その自分の内面ですよね。自分の内面、自分のことに対しては本当に現実を揺るがすような大きな問題っていうのが発生しない限り、こう自分のことについてもう深く考える時間っていうのはなかなかないんじゃないかなと。もしね、仕事中に自分の内面なんかこう、その掘っていくなんていうようなことしてたら、ね、そんなこと考える暇があったらもう仕事しろみたいなね、こと言われちゃうんで、まあそんなことを考える暇はないと。なんでこういう作業はなかなかできないとは思ってて、じゃあね、家に帰って、仕事が終わった後家に帰って静かなとこでできるのかって言っても、やっぱね、やっぱこうやるべきことを知ろうで、本当にくたくたな状態なんで、なかなかできないかなと思っていて。なので、まあ、自分もそうだったんですけど、この右に習いで、まあ、皆と同じように今生きていくのが、まあ幸せ、その中でなんとかこう幸せを見つけるというか、幸せを感じるというか、まあなんとかそこで見出そうとする、今してたっていうところは自分もあって、そしてまあいつの間にか年齢を重ねて老いを迎えるっていう流れになっていかざるを得ないのかなと思ったりして、まあ、これは本当しょうがないよなと思ってるんですけど、まあでも、この動画を見てる方は、それを良しと思ってない方がきっと多いかと思いますのでね、なんかこう、何かを見つけたいって思って見てるんじゃないかなと、ふと思ったりもして。さあ、それでその、まあ、こっからが本題ですよね。これで良しという自己満足から始まるっていうのは、考えるの一番のところからだったんですけど、本当にこの自己満足できたらかなり満たされるんじゃないかなと思うんですね。本当に。自分が、これでいいんだっていう心の底からなんか満足できると、もう何もいらないってわけじゃないけど、すごくどんな状況であっても満たされるんじゃないかなと思ってて、で、本当にこれができるのが幸せなんじゃないかなとは思ってて、なんかこれ、こうなれると嬉しいですよね。なんか自己満足、なんかもう、これ今幸せだっていうね、なんかね、幸せみたいなね、幸せ言ってるのはちょっと危ない人かもしれないですけど、まあ、ともかく、なんか自分がほんのりこう満たされる感じがあるっていうのは、すごくいい気分なのかなと思っていて、で、それがどうしてそうなったかっていうね、
誰の影響なのか、何の影響なのかっていうところなんですけど、まあ自分で言うと今 YouTube をこうやってね、動画を作って発信してるんですけど、まあこのスライド動画を作って、まあ言うたら自己表現ですよね。自己表現をしてるっていうところなんですけど、まあ会社員時代ですね。まあ IT エンジニア時代。まあ自分15年間 IT エンジニアやってきたんですけど、基本的にまあプログラムを作る基本がメインになるんですよね。もちろん IT エンジニアプログラムを作るだけじゃなくてテストをやったり、当然要件定義、こういうシステムを作りたいっていうお客様の折衝だったり、あとはそれとは別にプログラムを作るチームとかの管理とかいろんなお仕事は当然あるんですけど、基本的にやっぱりそのエンジニアっていうのは作る側なので、作った後の運用ってあんまり見ないんですよね。だから自分たちがプログラム、まあ要は大きく言うとシステムなんですけど、あるシステムを作ってシステムをリリースしましたと。でもそのシステムを使うのは本当に別のお客さんなんで、なかなかその声っていうのは聞こえづらくて、で、よく聞く声だったら、このシステムが動かない、あのシステムが動かないという、まあ、トラブル問題の話しか、まあ、聞かないんで、まあ、そこしかないかなと思ったりもして、本当に、その後、どうなったかっていうのが、なかなか見えづらいっていうところが、まあ、あるんですよね。だから、まあ、自分の中で、その先っていうのが本当に見たいなと思っていて、まあ何らかの形で、自己表現したい。帰ってきたな。ちょっと止めます。 すいません。はい、すいません。ここか。IT エンジニアプログ、あ、そうそう、IT エンジニアとプログラミング。そう。まあ、作ることは仕事でしてたんですけど、まあ、自分が作った後、どうなったかっていうのは、フィードバックはすごく受けにくい仕事だったんですよね。来るのは大体トラブル問題だけなんで、うまくいったなんていうのはなかなか声は聞けないんで、よほどなんか付き合いがあるところじゃないと、大体こんな問題が起きましたっていうね、言うのしかなかったんで、まあ、ちゃんとしたフィードバックがもらえる仕事はしたいなとは、まあ、いつかは、そんなことは考えてたんですけど、じゃあその YouTube ですよね、YouTube。まあ YouTube、まあいろんな YouTube あると思うんですけど、まあ YouTube 基本的にまあやるんなら、音声だけじゃすごくもったいないなと思ってたんです。まあ、やり始めて、まあこの情報発信の方を始め出して、ちょっとやり方がまだよくわかんなかったんで、とりあえず画面は動かさずに声だけでちょっとやってた時期あって、まあ、これも久保さんとやり始めたこの気になる男シリーズの初めの方は画面動かしてなかったところがあって、ただやっぱりこうやってちょうど気になる男シリーズをやり始めてからは、なんかちょっと音声だけじゃすごくもったいないし、伝えにくいというか、もっと伝わる方法ないかなっていうところ、まあ考えて、いろいろ考えたところがあって。でも顔出して撮るとかね、まあどうしようかなっていろいろ考えて、何かキャラクターを動かせたらいいなとはずっと思ってたんで、顔出せないならば。で、VTuber かって言って、いろいろちょっと VTuber のやり方も調べてみたんですけど、ちょっと設定が大変だと。簡単に、まあ頑張ればできると思うんですけど、すごく、ちょっと大変だなぁとは思ってて、もっと手軽にやれないかなぁと思ってて、まあ、せめてそのキャラが口パクぐらいで動きはできないかなぁっていうところがあって、でも VTuber ってもっと全身が動いて、こうやって全身が動いてるから、ちょっと違うんだよな、もっと簡易的にやれるものないかなぁってこうずっと調べていったら、このね、VTuber じゃなくてこのピングチューバーですね、ピングチューバー。まあ、ピングの画像、まあ、一枚の画像の絵をなんかこう無理やり動かして、まあ、低予算でも動ける VTuber、ピングチューバーっていうね、まあ、そういうものをやってる人がいるということで、気づいて、ああ、なるほどなと。別にそれでもいいなと思っていて、で、ちょうど今自分がこれ使ってるシーンなんですけど、実はこの子4つの動きしかしてないんですよね。目を閉じるか、
開くか、これが目を閉じて口を開く、目を閉じて口を閉じるか、で目を開いて口を開く、目を開いて口を閉じる、なんか同じこと言ったかもしれないですけど、まあ、とにかくこの4種類で動いてるだけなんですよね。ですごくやりやすいっていうところがあって、まあ、今この状態で進んでるんで、でもっとこのうまくできないかなとはいろいろできるんですけど、ここがちょっと喋るときにこうピュッて動いたりもするんですけど、まああんまり変わんないかなと思って、まあこのぐらいがちょうど一番いいっていうところで落ち着いたんですけど、本当にこれも結構自己満足をするために、まあどうしたらいいかなっていうところをこう突き詰めていったらこの形になったっていうところで、まあ、本当にこれも結局は自分で調べた影響っていうところになってくるんで、本当にまあここっていうのは本当に、まあやっぱり自分に一番合った形でやっぱり調べていくっていうことがまあできたのかなと思っていて、で、この自己満足に付き合ってくれる人はいるのかっていうところがあって、まあ YouTube なんですけど、まあ、自己満足を付き合ってくれる人を増やすためにっていうね、書いてみたんですけど、まあ、その顔出しなしでも、まあ、YouTube がしたい人っていうのは結構いると思うんですね。で、これはやっぱり塾生さんともよく話すんですけど、まあ、その顔出しなしでも YouTube をしたい人かな、したい人のその裾野を広げていく活動ってできないかねっていうのはよく話していて、なんかやればできるんで、潜在的にこうやりたい人っているんじゃないかなと。でもやっぱりその VTuber とかね、まあ、ちょっとさすがに設定が大変なんだけど、特にこの今回の自分のやってる、まあ、このもともとこのよ、なんでしょう、顔出しなしっていうか、この設定もね、やっぱりちょっとはハードル高いと思うんで、まあ、まずはそれがない状態でね、それがない状態でもできるんだって、こうやってスライドを動かすだけでも全然 YouTube はできるので、まあ、そういう意味でこの YouTube をできる、その広げていく、まあ、スライド動画ですね、いわゆるこのスライド動画っていうことを、まあ、やれるような人が増えていくと、まあ、いずれ自分の自己満足にも付き合ってくれる人が増えるんじゃないかなっていうところもあって、まあ、そういうところも考えながらこう活動しているっていうところはあって、本当になんかそういう人が増えればいいなと思いながらも、あとは自己満足やめさせようとする存在いるかっていうところなんですけど、これもその YouTube 上ではね、過激なことさえしなければまあ大丈夫かなとは思っていて、本当に、今回はこの考えるっていうところ、 YouTube をやる、まあ、自己満足のところの話でこう進めていってるんですけど、まあ、無理してね、まあ、YouTube 上でこう過激なことを、まあ、これを見てる人はそんなことしないとは思うんで、まあ、そうやってこうやっていて細々と活動していければ非常にいいのかなと思うんですよね。そしてここですね、気に入る他者が気に入るように演じることを得られる自己満足の存在っていうところもあって、これは自分の収益化したチャンネルの方ですね、収益化したチャンネルの方、まあ、こっちの方はもう求められている情報をストレートのアップする、まあ、それだけなので、本当に自己表現っていうのは逆にあっちゃダメで、本当にこの求められているものをそっと YouTube の動画として差し出していく、まあ、これが、まあ、大事なのかなとは自分は常々思っていて、ただこれはこれでそのすごく反応がやっぱり分かりやすいんですよね、ファンの方は。まあ、要はその求められて、視聴者が求めてる情報をちゃんと出すことができると、まあ、しっかり再生回数もあるし、まあ、コメントもついたりするんですけど、そうじゃない場合は、要は少し自分の思い込みというか、自分のこっちがいいのかなっても読み違いですかね、そういうのが入っちゃうと、あとはちょっとこっちがいいんじゃないかなって勝手な憶測とか入っちゃうと、やっぱり全然回らなかったりするので、まあ、ここっていうのは本当に反応がすごく分かりやすいっていうところはあって、そういうこういうその他者が気に入るように演じることで得られる自己満足の存在っていうのも当然あって、ここも一つ自分もあって、なかなか自分を表現するというか、自分が自分がっていうタイプじゃなかったのもあるので、なるべくこう表に出ないけど、なんか満足できる方法はないかなみたいなね、いうところがあって、まあ、この収益化したチャンネルの方はすごくそういう自分の性格とマッチしてたっていうと
ところがあって、なるべく自分は表に出ないですよって、でもこう反応がすごく分かりやすいっていうところは、やっぱり自分にとってすごくこう自分じゃないんだけどすごく満足感を得れるっていうところが、あってすごく良かったなと思ったりもしましたね。はい、ということで、この「考える」という今回はテーマでお話ししました。もともと第45話ではもっとね、久保さんが深い話をしていたんですけど、自分の場合はこの YouTube っていうところを、スライド動画を作るっていうところのをテーマで少しお話ししてみたんですね、自分なりに。はい、ということで、今度は次は、次回は感じるをやっていこうと思います。まだね、今から作っていくんで、どんな感じになるのかわかんないんですけど、第46話の丸、まず丸1番ですね。1番、これで終わろうと思います。そして第2番、どう作れるかわかんないですけど、今から作っていく、いきますのでね、また楽しみにしてみてください。はい、ということで、気になる男第46話1番、これで終わろうと思います。ここまでの放送は覆面 YouTuber たかがお送りいたしました。ありがとうございました。失礼します。